通って人間の身近な持ってる形にこうくっついてくるんだというところをですね、見てほしいですね。円形だったり四角だったり、まあ、あるいは三角かもしれないけど、まあ、そういう具合にしてこうある認識できる形に自然のものがなっていく、そういうプロセスをですね、見てもらえる。